皆さんこんにちは、アカホノです。今日もいいフットボールやっていこうか。コンサドーレ、ゴールキーパーどんなルーマー、アウザイープ、ライカート、チューベルト、シューガー、カフー、イエラ、ベケンバウアー、ネイマン、オーレン、ムバペ、メッシ。こちらも大した変えなくていいかな。久しぶりにクライフ使う？調子いいし。行きましょう。さあ、始まりましたね。名古屋グランパス A2。 この時間は名古屋グランパス対北海道コンサドーレ札幌、こちらをご覧いただきます。守備的にして、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。バカボーン。今日の試合はカフーおじいちゃんしてたでしょうね。はい、いいゲームに期待したいですよね。フォワードになってる。キープ。ああ、ここは本当はセンターバック行っちゃダメなんだよね。誰でしょう。どんなジョイカスなっていう話なんだけど、使ったセービングが印象的ですよね。アスリートとしての身体能力が高いので、これは入ったかなというシュートも止めてしまうんですよね。あっ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 、いけメッシ、メッシからロナウド。見てこぼれた、ちょっと危ないぞこのパスは。ロナウド、ベンイエデル、お前久しぶりに使ってんだから点取ってくれ。ロベルト・カルロス、ここは読んでいました。この序盤両チームともまだ探り合い、バカボーン。このボールは来たんじゃない、ジーコ。ロナウド、それオフサイドだろ。抜けてくる、ロナウド。守備陣クリアの対応です。ベンイエデル、名古屋カウンターを仕掛けていきます。あ、ラグイ、ベッケンバウアー、ラグラグ取れる。なんで取りすぎんの。クリスティアノ・ロナウド、メッシが来たよ、メッシが来たよ。ライフ飛び出す。ああ、浮かせてきます。これは合いません。下手くそ、ベルゴミ下手くそ。こっちだろ、クライフ、バカタレイ。ビエラからエンバペ。さあ、前半中盤に差し掛かる時間帯、ロベカル上がってくい。フォワード当てて落とす。ジーク、あー読まれてる、危ねー。ここは繋がりません。バーカボーン、チャンスですね。クライフ、お前死ぬ気で戻れ。さあ、ボールはベンイエルですね。ベルゴミ、ここは抜かせません。これがベルゴミです。クリスティアノ・カンフーキック、スピード上がってきますよ。これは合いません。メッシ、エンバペがベルゴミ、ビエラ、ジーコへ。さあ、ここでカウンター、スペースを狙った、これはどうだ、ライカールト、ホップホップ、スペースを狙う、メッシへ、メッシー、あー、え、今決まらんの、今決めれんの。まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうと、やはり可能性なくなりますよね。マラドーくっさー、試合ですよ。ここはベルゴビ、メッシ、このマッチアップどうなる。あはー、ビエラ、あれ取れてー、前半サインかい、これは大丈夫。ロベルト・カルロス、このボールに触ります。ビエラ、ロナウドへ、
インターセプトを狙う。ロナウドへ。おっと。さあエンバペ。エンバペ。エンバペ。オッケー、ナイスブロック。ちょっと外ができなかったか。カウンターだけ怖いな。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどもね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュート。ミスター、お前そのまま行ってこい。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。マラドーナへ。マラドーナ。スペースへ。ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。裏を狙う。カフー、このボールをカットします。どれ、こっち、お前行ってこい。リュディがこのボールをカットします。もうへんてこなミス。メッシ取られた後取り返せ。カウンターのチャンスになります。エンバペ、さあチャンス。家出だ。ナイスキーパー。レオン、これをカウンターにつなげる男。アウ、前に行きます。マイブー、マイブー、マイブー。レオン、このボール奪いに行きます。クージャボクセイ。スローインをカット、これは読んでいました。ビエラからエンバペ、エンバペ、ここ狙う。はい。レオン、札幌カウンターを仕掛けます。ここは繋がりません。終われ。まあもったいなかったな、メッシのあのダブルポスト。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かる。マラドーナ入れればよかった。それに対してどう対応し決定機を作っていったでしょうね。名古屋グランパス対北海道コンサドーレ札幌、両チームスコアレスで折り返します。そこでのパスミスいかんじゃろ。前半では得点シーンが見られませんでした。さあカウンターを仕掛けます。メッシー、ナイス、2列目から飛び出し、シュートもあります。さすがマラドーナ。アウダイール、ベンイエデル。名古屋としてはなかなかいい形が作れませんよね。スペースウェブ、ジーコ、リエラ、カットに行きます。このボールに触ります。さあクリスティアノ・ロナウド、裏を狙っていきます。ドライブからのスルーパス、カットされます。うりー、ライカールト、奪いに行きます。ベンイエデル、ナイスカット。ビエラ、ロベルト・カルロス、流れを止めます。さあ一気にカウンター、パスでつないで攻め込んでいきます。アオアオ、敵にパスしてどっちの前、お前入るぞ。ベッケンバウアーからエンバペ、スルーパスを出す。マラドーナからベンイエデル、メッシからエンバペ。メッシ、この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアはなんかアグレッシブになってきた。ポールのこのパス、ベンイエデルからエンバペ、シュートレンジです。シュート、こぼれたところを仕込む。うりぃ、クリアの対応。こちらスペースを狙う。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。トルラン、トルラン。いや、いいね。なんかスナイデルとイニエスタのウイング。
何かやってくれそう。ここは対応します。さあフォルラン、ああ遅いな、フォルラン、これは合いません。スルーパス、ああベッケンバーはいいだね、スルーパス、スピードを上げたいところ、マラドーナ、マッチアップのシーン、この辺の攻防は非常に見応えありますよね。遅い、マラドーナ、ネイマール、さあカウンターを仕掛けます、ワイドに展開します、ネイマールからミト、仕掛けるタイミングを測る、このマッチアップどうなる、日本人、名古屋としては中央に固まった後にうまく広げられないですよね。札幌カウンターを仕掛けます、わあ、そんなヒール揺らねえぜ、ディフェンスが対応、さあカウンターだ、裏のスペースを狙う、繋いでる、シュート、こぼれ球、ボリー、これは今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定、パスじゃないぜ、ベッケンバーは、さあエンバペ、なんかみんなトラップでかいね、ここでマッチアップ、フリットから右サイド、ここは返す、さあスナイデル、嘘、オフサイドです、嘘だと言ってくれ、残り10分を切りました、フリット、ここはつながりません、やろ、そんな鬼パスあるか、非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってますよね。ミト、さあどうだ、ディフェンスこれを読んでいた、マラドーナ、さあマラドーナ、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません、組み立てながら攻め上がっていく、ベルゴミ、あーゲーム、この状況での戦い方どうしますかね、はあ、そっちちゃうやろ、ワイドに使ってきます、ここは繋がりません、これやこれやこれや、このボール奪いに行きます、スピード上がってきますよ、エンバペ、行くぜロスダイブ、フルランに渡る、お前蹴ったら終わるだろうが、ミト、ネイマールへ、終わった、笛です、ノッシが決めてれば、今日のゲームはスコアレスドロー、お互いに譲りませんでした。